韓国では月給・ボーナスともに引き上げられ、ボーナスは 0.1 ヶ月分増えて 4.4 ヶ月分となります。民間企業でコロナ禍で悪化した業績が回復傾向にあることや賃上げが行われたことなどを反映させました。月給・ボーナスともに引き上げ勧告は3年ぶりで、年間の平均給与は5万5000円増え666万円となります。また韓国では人材確保の観点から若手職員を中心に引き上げを求めていて、総合職などでは初任給が3000円増額されます。3000円以上の引き上げは29年ぶりです。